キョニウー。ハロー皆さん、キョニです。三浦朝日の変身マギアとトペルを見ましたが、まだ見てない方はぜひ見ておいてください。すごく良かったと思います。三つとも。で、早速彼女のバトルモーションもちょっと試したいと思うので、この動画でみんなに見せたいと思います。では早速彼女の横ブラスト、アクセルとチャージを、まずこの三つで使いたいと思います。この子も主に銃で攻撃してる感じですね。でも撃ちじゃなくてその銃を武器として使っているんですね。で次は彼女のコネットを使いたいと思います。なるほど、了解。頼んだね。彼女のコネットは非常に強いですね。サバイブとカバウ両方ともついてるので。今だね。希望を信じて。そこであります。で最後は彼女は縦ブラストを持ってないので、窓かさんが借りたいと思います。なるほど。一人じゃないよ。我が代わりに。で、縦ブラストは狙いを定めて。実際銃で撃ってるんですね。でも、射撃力はあまり強くないです。いかがでしょうか。なんか感想とかあればぜひコメントに書いてください。